デューハースト・ステイクスは、イギリスのニューマーケット競馬場で10月に行われる、競馬の競争。格付けは最高格の G1 で、イギリスの二歳戦としては最も賞金が高い。イギリス国内にとどまらず、ヨーロッパの二歳戦の中でも特に重要とされており、全王から選出される、カルティエ賞で、1991年から2013年までの23回中級回が、 この競争の勝ち馬がヨーロッパ2歳チャンピオンに選ばれている。イギリスには G1 に格付けされている2歳ボバ戦が3つあるが、デューハーストステークスはその中でも最も賞金が高い競争である。この競争の上位馬は翌年のクラシックで中心視されるようになる。イギリス国内で最高というだけではなく、ヨーロッパの2歳戦の中でも特に重要な競争と位置づけられてきた。 デューハーストステークスはトーマス・ギーが1875年に創設した。創設から1912年まではデューハーストプレートというプレート競争だった。デューハーストというのはギーがイーストサセックスのワドハーストに所有していたデューハースト牧場に由来するデューハーストプレートは創設当初の4年間の勝ち馬が全て翌年のクラシックを勝ち重要な二歳戦としての価値を確立した。 その4頭は次の通り、1875年キッシュベール、翌年のダービー優勝1876年、チャメント、翌年の2000ギニー優勝1877年、ピルグリメージ、翌年の2000ギニー優勝1878年、ホイール・オブ・フォーチューン、翌年の1000ギニー、オークス優勝その後も、デューハースト・ステイクス優勝場からは、多くのクラシックカチューマンが誕生している。 イギリスクラシック3冠を達成した者だけでも、オーモンド、ロックサンド、ニジンスキーがいる。また、競争馬として体制しただけでなく、守護馬としても、極めて重要な活躍を果たした者も、も少なくない。例えばイギリスのチャンピオンサイヤーとなった者として、オーム、セントフラスキン、バヤルド、レンバーグ、ハイペリオン、クレペロ、ニジンスキー、ミルリーフがいる。他にも、 アメリカでチャンピオンサイヤーになったメドラー、日本でチャンピオンサイヤーになったレビューオーナーもデューハーストステークスの優勝馬である。近年では2012年の優勝馬ーンアプローチが翌年2000ギニーを制しているほか2004年のシャマルダルが翌年のフランスダービーを2005年のサーパーシーが翌年のイギリスダービーに勝っている。またロックオブジブラルタル、 フランケルのように2000ギニを勝った後、中、短距離で目覚ましい活躍を見せたものも出ている。1986年にドバイのシェイクモハメドがアジダルを出走させ優勝した。その後しばらく中東勢が躍進した。スポンサー面でも近年は中東勢が突出している。1998年にサウジアラビア航空がデューハーストステイクスのスポンサーになったのを はじめ、2000年から2008年は、シェイク・モハメド殿下のダーレーグループ、2009年は、マクトゥー向けが経営する高級ホテルグループジュメイラが、スポンサーとなって賞金が30万ポンドを超えた。2010年からはドバイそのものが、スポンサーになり、ドバイ・デューハースト・ステークスと銘打っている。イギリスの二彩戦の中での最高額賞金は、こうした、中東勢に支えられている。 2014年の賞金36万ポンドは2歳戦の中で突出しており、同じギリスの2歳 G1 であるフューチュリティトロフィー、ミドルパークステークスや G2 ジムクラックステークス、スーパースプリントなどと比べても10万ポンド以上の差がある。デューハーストステークス当日にはドバイが主催するベストドレッサー賞も行われる。観客の中から2名が選出され、受賞者には デューハーストステークスは長い間ニューマーケット競馬場で10月中旬に行われるチャンピオンズ開催の2日目の目玉競争だった。この開催の中核となるのがイギリスの一流馬がシーズン最後に出走するように企画されたチャンピオンステークスだった。ところが近年中長距離の一流馬は10月初旬のフランスの外戦紋章から アメリカやアジアの高額賞金競争へ転戦する傾向があり、イギリスではチャンピオンステークスが本来の意図にかなう出走馬を集められるよう大きく日程を調整することになった。その結果、チャンピオンステークスは日程を変えてアスコット競馬場で行うことになり、合わせて短距離から長距離までの各部門のチャンピオン戦を1日に集中して行う。 ブリティッシュチャンピオンズデーが創設された。もともとチャンピオンステークスが秋シーズンの最大のイベントだったニューマーケット競馬場ではそのイベントをアスコット競馬場へ放出する代償として10月上旬に主要な2歳戦をまとめて1日で行うフューチャーチャンピオンズデーを創設することになった。そのために従来のミドルパークステークスに加えデューハーストステークス 二歳品場 G1 のフィリーズマイルも加えて行われることになった。これにより、以前はミドルパークステークスとデューハーストステークスの両方に出走することが可能だったのだが、変更後はどちらか一方にしか出走できないことになった。この大改革は、翌2012年以降、見直しが重ねられており、フューチャーチャンピオンズデーで行われる競争の入れ替えや日程の変更が行われている。 2014年は、フューチャーチャンピオンズデーは10月中旬に戻り、アスコット競馬場のチャンピオンズデーの前日に行うこととなっている。この一連の改革はまだ進行中であり、まだ固定化されていない。アメリカのブリーダーズカップチャレンジシリーズとの関連では、2011年に、デューハーストステークスはシリーズの一つとなり、優勝馬にはブリーダーズカップジュベナイルターフへの 優先出走権が与えられることになった。しかし2011年の優勝バパリッシュホールはこれを行使しなかった。2012年以降はこのシリーズから脱したため、同シリーズに加わったのは2011年だけとなった。2頭の到着強風で施設が損傷したため、開催中止2頭の到着基礎資料、編集歴代結果、編集解説、編集、 プレート競争というのは競争の賞金の形態による分類主催者が一定の賞金を供出して行われるため出走場の場所には勝てば少なくとも一定以上の賞金が得られることが保証されている。これに対しステークス競争は出走を希望する場所があらかじめを収めた登録料の総額が賞金の元手になる。そのため出走希望者が多い場合には高額の 賞金が期待できるが、逆に出走希望場が少ない場合には、賞金は下がってしまう。日本のチャンピオンサイアー統計については、特に古い時代に、資料ごとの大きなサインがある。レビューオーダーは1940年の日本のチャンピオンサイアーとするという資料がある。2014年8月13日の円、ポンド為替相場で換算すると、約6200万円。 後にフィリーズマイルに変えてロックフェルステークスになった。ありがとうございます。